ポケモントーナメント98カップ、レベル30以下のポケモンで繰り広げられるこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。おっとポケモンの選択を誤ったか。あっと早い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここで丸々の攻防だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おっと、ダメージは大きいぞ。あっと、あっけなく倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでザブトリオの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで冷凍パンチ、弱点をついた。あーっと、一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。さあ、今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。おっと、おっと、一発目から猛烈な当たり。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでラッキーの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで破壊光線、鋭い当たり。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでギャラドスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。おっと、ここは動けません。さあ、ここで、おっと、素早さがダウン。両者とも大健闘です。ここで10番ボルトだ。来た。あーっと、刺激で倒れてしまった。ここで試合終了。
後のバトルも楽しみなところ。第3回戦です。ここで10番スプルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。おっと、ドキドキ攻撃。さあ、毒で少しずつ弱らせる。両者とも大健闘です。おっと、ステミタックル、いい感じの当たり。あーっと、ダウン。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでラプラスの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。この攻撃、おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。ここで自分のステータスをアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。激しい攻撃、鋭い当たり。おーっと、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでルージュラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで地震攻撃、大きなダメージ。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。観客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで地震攻撃、おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでガルーラの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、ダメージは大きいぞ。勢いのある攻撃、大きなダメージ。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、これは急所を捉えた。おっと、ここは動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。切り裂いた、急所にヒット。あーっと、ダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゴローニャの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。戦う構えに入って、おーっと、地球に潜ったぞ。おーっと、地球に潜ったぞ。
両者とも大健闘です。おお、おっと、これは外れ。穴を掘る攻撃、よし、当たった。この一撃であえなくダウン。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでスターズの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。ここで波乗りだ。狙い的中。あーっと、刺激で倒れてしまった。ここで試合終了。